ありがとうございます。ね、ね、ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク、ね、え、残り2日？今日が最後かな。え、今日が最後の人も多いの？じゃないのかな。ねえ、最終日か。ね、皆さん今日は万博で、うん、ね、カレーキスポ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。え、今日はですね、はい、まあ、カレーキスポ昨日もね、うん、開催されてて2日目ということで、はい、私たち今日はねトップバッターで歌ってから、はい、最後のじゃんけん大会までここにいようと思ってますので、はい、居座りましょう。はい、一日ユースハッピーとカレーキスポ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。じゃあ私たちあのもう毎回前回のカレーキスポも出してもらったし、そうですね、ありがとう。なんなら先々週、あ、ロハスフェスタでもね、またここにね、そう、お邪魔させてもらってね、来たんですけど、うん、本当にね、ここの野外ライブとっても楽しみにしてまして、今日は一日盛り上げていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。それでは早速、はい、歌っていきたいなと思います。じゃあまずはこの曲です。聴いてください。 Enjoy。 それでは皆さん、カレーキスポ一日楽しんでいきましょう。
してくれて、ね、ありがとう。てくれて本当にこのエキスポはもういろんなありがとう。いろんなね家族連れの方だったりカップルだったり、はい、友達同士でこうやって野外のね、うんうんうん、空の下でライブができるってすごい嬉しくて、すごい幸せだね。本当に今日を楽しみにしてて、はい、結構1週間2週間前ぐらいからずっと天気予報見てたの。そうだね、最初なんか怪しくて、してたよね、うん、いい天気になってよかったです。あの私たちイエサッピーですね、島根出身の2人組で、はい、あの今日はですねこの後後輩が出たりとか、うんうん、この後に出てくるニャンストッパブルだったりとか、はい、ミケリコガールズが事務所の後輩で、はい、そしてライブ今日出演してくれるミライスカットプラスのマリちゃん、そしてラブリーズちゃんとお友達でね、はい、今日みんなで一日このステージ盛り上げていきたいなと思っておりますので、はい、お食事楽しみながらね、はい、ゆったり好きに見てもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。できるだけいろん